はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。リーちゃんです。はい、前回何時かわからないんですけど、マスタードラゴンに、夜済みって言われて全滅させられたんですけども、まあちょっと理解ができてないんですけども、とりあえず、勝てませんので、ちょっとほっといてちょっとあの隠しダンジョンとかのねあれをちょっと探すのをちょっと続きやっていこうかなと思ってます。前回ちょっと回ってないところあるんで、それで、探してみて、ね、まあ、見つかるかどうかってところなんですけど、どういうことこれ。ミスターハン。マジ？なんやこれ。いや。ミスターハンが悪人ですか？いや、めっちゃ上がるやん。優勝してくれって言われても、そもそもね、あのまだマスタークラスとかね、いけてないっていうか、まあ、そのエキスパートでまず出られてるのに優勝もクソもないと思うんですけど、戦いに行けるの？そのマスターのところ、ちょっと見に行ってみましょうか。あ、無理やな。多分これもいかんと多分ダメってやつかな。いや無理やから。え、これ預けれんの？うわ、預かれるやん。いやいやいや、え、ちょ、あれ預かってるんですかみんな。なんやねんもう。え、ちょっ、じゃあ、はい、じゃあ迎えに来ました。あ、よかった。え、ちょっと待てよ。はぁ、あ、おい、この4人パーティーしかあかんってか。え、どうしたらええねん、こんなん。まあ、いいや、とりあえず。あと何がある？どこ行っきゃええの？レイクナバー？一番なんもなさそうやけどな。
あ、希望の方から行ってみようか。いや、変わらんな。ああ、装備できる。ああ、なんか女性専用っぽいな。馬車よ、問題は。わあ、これハテナばっかりやったら見れるようになってるやん。いや、ハテナ多すぎるやろ。1,2,3,4,5,6,7 7個もあるぞ、まだハテナは。ちょっと待って、なんか階段あんねんけど、あっこなんやあれ。あれ、あのとこ階段あったっけな。あ、ちょっと待って、これ隠し団長臭い。絶対そうやろ、これ見つけてもうた、これや。絶対これや、隠し団長。いや、これ4人は無理やろ。でもバシャどこある。バシャがどこにあるかわからん。馬車が分からん。バロの角笛がどっかにあるんか。あ、ちょっと待てよ。
東部への祠に行ったらもしかしたら何かあるかもしれないですね。相変わらず白い剣置いてんな。なんやこれ。なんもないやん結局。一回あれ行ってみる。馬車一番最初にくれたのって確かあのホホマンのとこやねんけど、ホホマンってミズトスか。いや、いいです。いや、関係ないか。馬車一番最初手に入ったとこ行ってみようか。分からへんからな。あーやってもだ。借りてたん、あれください。マジ？あ、手に入ってるやん。来たこれ。あぶねえ。ルイーダか。ルイーダってどこにあるんやろ。ブランカに当てる気がするな。そんなもんこれも全員引っ張るに決まってるやん。全員やん。よっしゃ、これでええやろ。これで隠しダンジョンいける。突っ込むわこのまま。まさかこんなとこにあるなんて誰もわからんわな。絶対そうやろ。馬車入るかわからんけど。来た。よっしゃ、もうこれでいこう。ゆでい、これ宝箱あるもん。
うわ、どこや。これは。きたー、これデスコッドやんけ。ランドのバカ。登録されてるのかな。いや、ないわ。
ターニア来た。なんやて？これはでかい。やまびこ来た。もう前にしょこ。これはでかいぞ。え？あ、しゃった。家するつもりやったのに。はい、デスコットでした。相変わらず高いな。あ、ちょっと待って、こいつ、あれ、あー、犬でしたか。来た、デスコット登録されてる。誰やお前は。は？なんやねんこれ。教会から東に3歩、南に3歩。後で行くわ。うわ、めちゃくちゃ売ってるやん、なんか。これ強いな。マジ？これは本家と一緒かな。グラフィック一緒やな。これは出ます。脱出。
ないやんけ。はい、では今回はここで終わりたいと思います。次回は、コロシアムの、エキスパートで、行ければマスターをちょっと行ってみたいなと思ってるのと、ベストドレッサーコンテストもちょっと全部やりきってしまおうかなと思っております。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。